アリーグヤンキースに、旧ブルージェイズ、2024年6月27日トロント。先発ロドンが立ち上がり、スプリンガーにスリーランを浴びるなど1死も奪えないまま5失点。2回にもスプリンガーに2打席連続スリーランを浴び、大量リードを許した。5回を投げ10安打8失点と、4回途中8失点だった前回ブレーブス戦に続く配信投球となった。 序盤に大量リードを許した打線もグリシャムのツーランのみに抑えられた。ジャッジは4打数無安打で3戦連発とはならなかった。ヤンキースは今季、ロドンが昨季の不振から復活、昼も急勝を上げ新人王の有力候補に上がるなど先発陣の安定が打線とうまく噛み合いア・リーグ東地区首位を走る原動力となっていた。 ところが、12失点で大敗した前日26日、同27日のメッツ戦に続き、この日も一方的な展開で敗れ、4連敗に。直近10試合は2勝8敗で、総失点は79点と1試合平均、7失点以上と投手陣に疲労の色が見える。この日、同地区2位のオリオールズはレンジャーズに快勝した。